はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日もね SGM ブラザーズさん、こちらからのね動画を見ていきたいというふうに思います。で今回はタウンホール11のねアタックを見ていきたいんですが、お題はまあネクボーですね。ネクボーなんですが、私何回かね牛のクランの赤サタナさんがネクボー得意なので、まあ、動画にしているんですけども、それとはねちょっと違ったネクボーっていうのを見てもらいたいというふうに思います。で、ネクボーの、動画こちらかな、31番を攻めたこれハニーさんのタックルですね。早速見てもらいたいんですが、まあ、こんな配置です。相手はねタウンホール11の、まあ、カンストとまではいきませんが、まあ、壁は真っ白、ちょっと防衛施設を上げないでいってるのかな、なんか不思議な感じなね匂いのする配置なんですけども、でこれを、ドバーアップネクロとボーラーを出していきます。でもほんとドバ出しですよね。で中央にウォールバスターを使って一気に進軍させていく。で注目してもらいたいのが、まあ、今ね1個フリーズを使って、シングル IT を止めたんですが、まあ、ここじゃないんですよね。注目してほしいのはここ、今ねタウンホールのところに、クローンの呪文を出していったんですよ。でこれによって一気に中心部のボーラーを増やして暴れさせるんですよね。まあ、これがねお見事、綺麗にはまるんですよ。見てほしいんですけどね、全体が綺麗にこうなんていうのかな、帯状になってこう攻め上がってるのが分かりますかね。ここですよね、ここ、この辺に線を引くとこういう風にね、ラインが引いてみんなここからこう攻め上がっていってますよね。こんな風にこの格好ができているのがね非常にお見事です。でこの攻めの一番やっぱすごいところは中心部のクローン、ここにね着目してもらいたいなというふうに思います。でどうすみません、うちの赤サタナさんがこの戦術よく使うときにはウォールバスターにね、ボーラーを積んでいっているんです。なぜかというと序盤に出したボーラーっていうのが中心部までしっかりとこうね、流れ込んでいってくれずに、まあ、早めにやられちゃったりとか、あとは横にそれちゃってみたいなパターンって、まあ、割とあると思うんですけども、そういった時に事故らないように、ウォールバースターの中にしっかりとねボーラーたちを入れているんですが、まあ、今回、ハニーさんが攻めたこのアタックっていうのは中に入っている、ボーラーたちっていうのをさらにクローンで増やすことによって一気に中心部の火力を底上げして全開まで持っていくというねアタック、これがね発想としてすごい面白いなというふうに思いました。まあ、そこをね今回、一番この動画の中でお届けしたいというポイントですね。もう一個見ていきましょうか。こちらアキさんの攻めたアタック、ああその前にごめんなさいね、ちょっともう一回、これプランだけ見ていきましょう。今度ちょっとね少し詳しめにお話ししますね。今これから攻め始めるのを見てもらうと、ジャイをドバ出し、ネクロドバ出しからのボーラーを両サイド中央に振っているっていう感じですね。わかりますかね。ちょっともう一回見ていきましょうか。これゆっくり流しますよ。ここすごくね重要というかなので、まずはこれジャイドバ出しですね。ジャイドバ出し、次ネクロドバ出しです。ここネクロがドバ出しされてますよね。ダーッとジャイの後ろから、まあ、当然これはジャイで一時的にターゲットを取って後ろからネクロマンサーのスケルトンを呼ぶ、まあ、そういう意味合いがありますね。でさらにここから先です。ボーラーを出してるんですが、これはドバじゃないんですよね。こことこことここっていう3つに分けて出してますね。これどういう意識かっていうと、こっちのこっちの、まあ、ネクロとボーラーたちをこっちに流してサイドカットさせる。こっちも同じですよね。ネクロたちを、ボーラーたちをこっちに流してサイドカットさせる。で、このボーラーは中心部に向かわせる。こういう意図がありますね。この3つの意図によってしっかりボーラーの出す位置を決めているというところをね、重要ポイントだと思いますので、見てもらえたらと思います。で、あとはそのまんま、ガーッとね、ウォールバスターに乗っけて、一気に中心部にユニットを送り込んで、で、さらにこれから、タウンホールのところに、クローンをかけていくんでね、
ここをちょっとよく見てもらえたらなというふうに思います。拡大しましょうかね。こんな感じ、クローンの呪文を今投下しましたね。投下したところにこれボーラーが一気に入っていって、うわっと増えてジャンプとレイジに乗っかって先まで一気に壊していくという格好ですね。でなるべくこの攻め方では、レイジとジャンプ以外のところっていうのはクローンに冴えてますね。あ、クローンじゃないわ、ごめんなさい、フリーズに冴えてますね。これもいいかもしれません。あの当然ボーラーたちって援軍ドラゴンとか出てくるとね、処理しきれなくなるんで、それでねボーラーがやられないようにするためにはフリーズで援軍止めちゃうっていうのがいい手かもしれませんね。であとはそのまま一気に数の力で押し切るという格好ですね。こっちの上方面ね、ここのところユニットがやられちゃって残ってますけども、この攻め方って、赤里奈さんがよく使っているのを見てもらうと分かるんですが、私の昔の動画というかね、見てもらうと分かるんですけども、さっき3つのユニット出しましたよね。3点、ここと、ごめんなさいね、ここと、ここと、ここって3つ出しましたけど、このうちのどれか2つ、中央は絶対残んなきゃダメです。中央が絶対残った上で、あとどっちか1つね、これか、これどっちか1つが残れば、この攻め方って前回まで持ってきちゃうんで、今のパターンがまさにそれですね。完全に上側のネクボを潰れましたけど、下側のネクボと中央が残ったんで、前回まで持ってきたというところですね。でもう1個見ていきましょう。これ、39番をアキさんが攻めてくれたこのアタック。これもね、同じなんですよね。ちょっと防衛が少し弱いですが、自軍のね、ヒーローレベルも低いんで、おわいこってとこですかね。ドバドバッと、ジャイからのネクロからのボーラーをこう出していって、また同じようにね、中央にこうネクロとボーラーを一気にまとめて向かわしていきます。呪文はフリーズ4個、レイジジャンプ1個ずつのクローンっていう感じですね。でこれもクローンの呪文をおそらくこのイーグル砲の手前ぐらい、そうですね、ここで使ってますね。使うことによって一気にここでボーラーたちを増やして、で、怖い説っていうのはきっちりとフリーズなんかで止めていきながら、ボーラーを最後まで回しきってますね。ここでフリーズの呪文、インフェルノタワーを今回ね集中的に潰しています。で、ウォールバスターから出てきた、ボーラーたちがさらにね、攻撃をこう促進してくれて、で、タウンホール、さらに、インフェルノタワー、中央にあるここですね、クロスボウまでこう破壊してくれて、でここまでできてくるともう中央の破壊が完全に終わっている上で、今9時方面ここですね、ここにいっぱいユニットがこう残ってますんで、こいつらがぐるーっと掃除していって最後まで回りきるという、攻め方が展開これからされていきます。いやこれ面白いですね。クローンの呪文ってね、結構私空攻めなんかをするときに、中心部でバルーンを増やすっていうので、見たりとかするんですけども、あとは茜式ですよね、ライドラと、バルーンをクローンで増やす、このネクボっていうのも確かにね、中央の火力を高めるためにウォールバスターにね、ボーラーを乗っけていくっていう、そこまで考えるんだったらいっそのことクローンも使ってさらにね、中心部の火力高めちゃおうよっていう、そういう発想ですね。非常に合理的だと思います。これまで逆にうちのクランでもね、こういう発想、ネクボを使う人は割といるんですけど、私含めてしてこなかったのかちょっと不思議なぐらいですね。もう最後のトームなんかは別に使っても使わなくてもいいような感じでしたね。フリーズも残っていて、クイーンのクロークも残ってるんで、この辺は念にはね、もうダメ押しというやつですね。ダメ押しというやつのフリーズと、あとはクロークを最後使っていくのかな、わかんないですけど、使っていっての全開というところですね。いや、お見事です、素晴らしい。使いませんでしたねさて、この2つの攻め今日見てもらいましたが、ポイントは、どっちも同じですね。ジャイを第1陣、第2陣がネクロマンサーで、ボーラを3つに分けて出していきながら、ウォールバスターで中心部まで削り込んでいって、で中心部で、クローンの呪文を使いながら一気にボーラーを増やして、火力を高めて、中心部をえぐりながら両サイドをネクボで突き進めていくと、この、攻め方ぜひね、いろんな配置にこれ刺さりそうなんで、タウンホール11の皆さん、ご参考にね、してもらえればいいかなというふうに思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。はい、
というところでね、本日は失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。カンクラにもぜひ遊びに来てくださいね。では本日はこの辺りで失礼します。バイバイ。